1977年の力昼駅と周囲約500メートル範囲。上が羽幌方面。島上の短式ホーム一面一線と北側にホーム端まで保線車両用の待機線を有する。写真ではその引っ込み線に保線用車両が留置されているのが見える。かつては駅標萌え側に小さな貨物ホームと引き込み線を有していた。すでに無人化され、駅舎も 赤い屋根の待合室に置き換わっている。ここも近隣の谷筋から離れた人家のまばらな位置にあって、力昼地区は北隣の番屋の沢かり上高場の方が集落の中心地であるが、ここから北方面はトンネルを介して内陸へ入り込む位置にあり、冬場の保線拠点とされていた。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成力昼駅は、かつて、北海道戸前郡戸前町アザ力昼に、設置されていた、日本国有鉄道羽幌線の駅である。電報略号は力。羽幌線の廃線に伴い、1987年3月30日に廃駅となった。一部の普通列車は通過した11月1日海底の時刻で、上下各一本。当駅が所在した地名より、地名は、 アイヌ語のリキピルリキビリに由来する廃止時点で一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の西側に存在した。無人駅となっており、有人駅時代の駅舎は改築され、北川口駅やフラオン駅とほぼ同型の3.6メートル四方でチョコレート色のカプセル駅舎となっていた。駅舎は構内の西側に位置し、 ホームから少し離れていた。力昼の集落からは大きく離れた位置にあり、集落内にあった番屋のさわかり乗降場より利用者が少なかった。駅舎と駅構内施設はすでに撤去され、2017年時点では空き地となり、路盤のみが残っている。ありがとうございます。